結局のところは打感と飛距離、あとそのボールフライトの状況、それ全く変わりましたね。はい、皆さんタスクゴルフいつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日もですね、ご質問にお答えしたいと思います。はい、タスクさんがあのゴルフサイエンスに出会って、はい、一番の発見だったみたいなことを聞きたいなと思って。発見、はい、チャンネル登録お願いします。発見、ああなるほど。まあでもそのゴルフサイエンスってそれを自分に落とし込む、結局のところは打感と飛距離、あとそのボールフライトの状況、それ全く変わりましたね。はい、打感ですか。でも打感はやっぱり自分で感じるじゃないですか。これはめちゃめちゃびっくりしましたね。打感っていう話が出たと思うんですけど、はい、うん、実際そのゴルフサイエンスに出会うまでは、はい、そのゲームゲーズに出会うまでは、はい、なんかどういう打感で実際出会ったのか、はい、どういうふうに変わったんですか。まあ、打感って手に伝わる感触じゃないですか、はい、いわゆるゴルフサイエンスに出会って、で自分なりに落とし込んでいってた結果得られていく打感というのは初めての感触なんですよね。だこれを何と説明していいか分かんないですけど、今までと全く違う感触、その上にボールがボーン飛んでいくって、あと目つぶってもドローして真ん中に飛んでいくみたいな感覚はすごいあったの でそれがその打感とともにすごい衝撃だったんですよね。だどういうものと言われてると困るんですけど、まあ、そういうものだったとしか言いようがない。今から思えばあの頃のスイングって iPhone に本当は消したいんだけど残ってるんですけど、完全に押し押しのスイングで、横回転のスピンアウトというような状況で、まあ、大体その見て何が起こっているか全部今では解説できますけれども、まあ、基本的にはぶっつけのスライスを打って、真ん中に、まあ、置いている、特段飛距離が出るわけでもなく200ヤードちょっとのところに置いてというゴルフをやってましたから、その時の打感というのは今は想像できますね。今そのわざとカットスライスを打つこともできますから、まあ、そういう打感が普通のナンショットの打感だったんじゃないかと思います。はい、ちなみにその打感っていうのはこれを変えたからこういう打感になったみたいな観点で言うと、なんかクラブとかちょっと見てなんかちょっと聞きたいなっていう感じなんですけど、ちょっとですね、ちゃんとご説明できるかどうかはちょっと心配なんですけども、あの当時っていうのはですね、明らかなちょっとカット軌道で入ってきて、そしてボールにショートします。ショートするとですね、基本そのショートのエネルギーに負けてですねクラブが行くと、でその時にむしろロフトがついてしまって下をくぐっていくみたいな感じの、流れだったはずなんですね。まあ、ゴルフクラブ自体をですね、まあ、学んだ後はですね、しっかりしたエネルギーベクトルでこのヘッドがボールにコンタクトしていくという状況を作り上げることが多分できたんだと思うんですね。そうするとこのヘッドは当たり負けないで、そしてしっかりとボールを若干競り上がらせて発出するということが可能になってきたんだと思います。なので、そのボールが少し競り上がって発出していくっていう部分に、要するに打感というですね、手に感じる感触をですね、全く違うものがですね、いわゆるそのボールを押し込んでいくというか、なんかちょっとひっついてる感じというか、なのにボールは振った後にぶっ飛んでいくみたいなですね、そういう感覚がですね、得られていたんだと思います。ちょっとですね、なかなか説明としては難しいんですけど、そんな感じだったと思います。うん、なるほど、はい、確かにそれ聞くと飛距離も全然確かに変わってきそうな感じですよね。はい、だそうですね、クラブって若干ディロフトっていうんですけど、ロフトが立った形でボールを包んでいくっていう状況があるんですね。それに対しておそらくカットに入って負けてロフトがさらについてっていう状況になっていたんだと思うので、ボールを潰していくっていうプロセスがですね、全然違ったんだと思います。はい、ちなみにじゃあタスクさんがその打感に変わったわけじゃないですか、はい、実際にやっぱりどういう動きとかがそこに影響あったんですか。スイングの部分というと、スイングはですね、当時すごいゴルフの雑誌を見まくってて、ポジションポジションでですね、こうやっぱ捉えてこうやって自分は動いていきたいと思っていて、それフィニッシュもかっこよくフィニッシュを取りたいと思っていたわけなんですね。なので、一つ一つ場所場所でこうなぞるようにスイングをしていくと、その間に自分の体っていうのは意外にですね、気持ちよく横にこう回転していけばできたわけなんですよ。なので
自分が気持ちよく横にこうやって回転していくという動きと、自分がゴルフのその静止画の連続写真で見ていくこういう動きってですね、すごく整合しているように見えたんですね。それでそのような形でずっと振っていたんですね。でも今から考えると、そのようなあの振り方で起こっているエネルギーというのは基本押しエネルギーなんですよ。このグリップをですね、この横切らせて押していくようなですね、このベータフォース主体のスイングになるので、絶対クラブは遅れてくるし、なかなか前に出てこないという状況になります。なので当然、横回転したものはさらに横回転で助長されていくけど、ヘッドが前に出てこないというような状況だったと思うんですね。でこれはですね、実際はゴルフクラブの、これを何度も今まで説明してますけども、いわゆる設計のコンセプト上与えたいエネルギーではないんですよ。なのでこれ僕はゴルフサイエンスに出会ってですね、特にマイケル・ジョグブスの方でですね、いろいろと、まあ、落とし込まれたスイング、いわゆるそのエネルギーを与えるとしたら、こういう金具の動きとともに、グリップエネルギーというのはですね、整合するというようなですね、セッションがもうかなりありまして、でそれは自分にとっては極めてどちらかというとの、その不快というかですね、あんまり気持ちのいい動きじゃなかったんですよ。でゴルフってめちゃめちゃ気持ちよかったんですよ。こう横回転してダーンって打って最後フィニッシュを取るっていう、自分にすごい酔ってたみたいな、はい、でもボールフライトはペラッペラなスライスボールで、でも結果いいわけですよ。真ん中に浮かれてる、でも止まないんですよ。でそういうようなゴルフやってスコアまとまっていってたっていうような状況なんで、それはそれでありだったと思うんですよね。ただそのエネルギーに出会ってマイケルの方からいろいろ落とし込まれた自分の体の動きというのはですね、極めてちょっと驚愕の自分のそのとっては動きだったんで、でそれをしていくということがですね、今では何をが起こってた、すなわちシャフトに負荷を与えるとか、クラブの設計コンセプトに寄り添ったエネルギーを与えるための体の動きだったということがすごいよく分かったということですね。引いていくとか筋力減速とかっていうのが動きとか、それを端的に表す表現だったと思うんですけど、そうですね、ジェイコブスさんが、はい、そのタスクさんに、はい、一番なんかその動きとか、なんかこうしろみたいなので言ってたこととかなんですか。いや別にね、あのマイケルが引いて引くを言ってたとかそういうことじゃ全然なくて、ただ単にデータが引いて引いてたからですよ。でそれを見て、あこれってこのデータの通りに動くとしたらどうなるのかなってことをマイケルに落とし込まれたわけですよ。それは自分にとってはめちゃめちゃ違和感のある動きだったんですけど、今から考えるとそれって結局引いて引くようなことをよどみなくできるような体の動きだったっていうことですよね。でもそのデータの、その指標というか、はい、ヘッドスピードだったりとか、いろいろその数字の指標があるわけじゃないですか、うん、ゴルフクラブに与えている3次元エネルギーですね。でこれのそれぞれのタイミングタイミングでのその方向と、あとそのエネルギー量で、これを、まあ、一応そのグラフ化して出てくるんですけど、それでちょっと見てるっていう状況です、そのポイントポイントがあるんですか。いやもちろんもちろん、ストアゴルフクラブに、グリップでつながってるからゴルフクラブが動くわけで、ここに何をしているかっていうことが全ての動力なわけじゃないですか。ここに何をしているかっていうのはデータ解析されてきているので、でそれを見ていると基本的には引っ張っていくっていうエネルギーが、まあ、主力のエネルギーだっていうことが、まあ、分かったっていうことですよね。はい、ちなみにそのやっぱ決定的なそのどこのポジションの何の数字とかってあったんですか。いやそれは一応は、まあ、別にまとめようと思ったら70代でまとめられるようなプレイヤーであったことは事実なので、はい、だからその基本的なデータっていうのはそんなに悪くはないんですよ。ただ何が大きな違いだったかというと、抵抗値とその不必要なローテーションの存在ですね。でこれがスイング中にすごいいろんなことを、まあ、やらかしてるっていうことが、まあ、よくわかるような状態だったんですよ。抵抗値っていうのはちなみにどう言われたんですか。要は例えばその僕はあの当時その右軸でこうスピンアウトっていうんですけど、こうやって横にこうやって回転していっちゃうっていう、そうすると、基本的にはこう横回転のスイングになるわけですよね。
そうすると当然テイクバックもこう 横に回転して、そしてダウンもこう横に回転していくっていう状況になるんで、そうするとですね、シャフトを横押しして、その結果ゴルフクラブが全然前に出てこないですね。で、その間にどんどんゴルフクラブっていうのはこうやって落っこっていっちゃうんですよ。これってローテーションって言いますけども、このローテーションがものすごい莫大になって、それをどうにかボールに向かわせるようなエネルギーを自分でかけていかなきゃいけないってことですね。で、それが全部結局のところインパクトでしっかりと正しいエネルギーでですね、ヘッドでボールを打ち抜くっていうところにつなげていく段階で、かなり体サイドの方にですね、無理な負荷値がかかっていくわけですよ。で、これがそのローテーションの発生と、その後に自分サイドに負荷値がかかっていくっていうことなんですね。だいたいその間に、まあ当然体頑張ってますけど、だいたいバランスが崩れたりとか、そのような状況で、まあ、スイングが崩壊していくっていうことが、まあ、多かったような気がします。なるほど、はい。じゃあその安定してスロックス70台とか出せるような本当に上手い人と、じゃあそうじゃない下手な人の違いって、いかにその無駄な、挙動をエネルギー目線からしてなくて、うん、あのね、そうとも言い切れないんですよ。実はクラブを牛耳りまくって、そしてその結果抵抗値が多くても、それに耐えるその体サイド、フィジカルがあって、それ結局のところはボールにしっかりとですね、コンタクトできていけば、それはそれでまあまあなパフォーマンスでゴルフっていうのは回れるもんなんですよね。ただ固めて上手い人は必ずしも飛ばないんですよ。それはなぜかというと、固めて固めいくプロセスの中で、そのグリップを牛耳ってしまい、そのプロセスの中でこのゴルフクラブが生きたように設計のコンセプト通りに動かないっていうことになるんですよね。コースの状況とか距離とかもよりますけど、別にその、牛耳りまくって固めまくって、実際スコア、いいスコアで回れれば、それはそれで幸せだ、いいと思うんですよ。ただ明らかに言えるのは、ゴルフクラブを生きたように動かせて、そしてクラブの設計コンセプトに寄り添ったようなクラブエネルギーをグリップでかけるようになれれば、実はその別世界があるっていうことですよね。今結構女子プロさんで優勝する方とかってめっちゃ若くなってきてるんですが、なんかあの人たちってすごい体で牛耳って、多少なんか無理して、なんか結構早くの段階で体を壊す人とか多いじゃないですか。うん、それいいポイントだと思います。これは一概には言えないですけども、まあ、日本の女子プロの息が短いというのはですね、やはりそのかなりその強大な負荷値の中でプレーをしていることは事実なので、だもちろんたくさん最近では本当に素晴らしい、日本の女子プロのプレーヤーっていっぱい出てきてるんですよ。僕は本当にこのジェイコブ 3D を学んだ時の日本人の女子プロのデータといろいろご依頼いただいて見てるデータはだいぶ変わってきてるんですね。それは事実です。ただやはりそれでもまだ負荷値っていうのはやっぱり高いんですよね。なのでそういうのを見てると、やっぱり怪我をしてしまったりとか、比較的その世代交代がすごい激しいっていうのは、やっぱりそういうその高い負荷値の中で、ゴルフをせざるを得ない、状況のその弊害なのかもしれないですね。これは大事なテーマですね。なんか長くゴルフに付き合っていくのもそうだし、体が逆にもう言うこと聞かなくなって、こう今ある体で動かすってなったら、効率的なスイングをしていった方がいいじゃないですか。そうですね。それは本当にそのアマチュアプレーもそうで、一番端的なお話としては、本当に僕もそうですけど、その20代30代の時はもちろん一番飛んでるわけで、それが例えば40代50代になって、いや全然飛ばなくなっちゃったんだよねって、で以前は270ヤード飛ばしたんだけど、今180しか飛ばないとか220しか飛ばないとか、そういってやっぱり体の衰えというよりは、そのゴルフクラブを牛耳ってパフォーマンスが出る年齢を超えてるっていうことなんですよね。だからその牛耳らないでゴルフクラブの設計コンセプトに寄り取ったエネルギーを与えれば、また違うゴルフがあるんですよ、そこに多分。なのでそれはまさに自分がそういうふうに、経験してきたわけじゃないですか。それこそ20代30代確か飛んでたけど、で牛耳りまくって横回転していたわけじゃないですか。それは確かに20代ではかなり飛んでましたよ、そこそこ。
ただ試合に出るようになってやっぱ真ん中に置かなきゃいけないということになるとぶっつけスライス打ってたんですけど、で振りはまあそうそう飛んだわけなんですよ。でも結局その時よりはその飛距離よりは今の方は全然出てますからね。だからそれを考えるとやっぱりクラブっていうのは使い方なんだなとは思います。でそれを端的に表す数字がまあ抵抗値だったりとか、でまあその数字を埋めるのがその引いて引くとか、うん、原理原則の動きだったりするわけです、うん、まあ、やっぱりそのゴルフクラブってすごいんで、この形状は全く変わってないわけで、これには理由があるわけですよね。当然この形以外にもっとパフォーマンスが出るようなものであれば、当然そういうふうになってきたわけですよ。チャンネル登録お願いします。このゴルフクラブをきちんと使いこなすってことは大事で、それにはやっぱり基本的には、まあ、僕よく言ってる引いて引くっていうですね、エネルギーをかけるのが一番まあ適応するということだと思いますね。はい、皆さん今日もタスクゴルフご覧いただきましてありがとうございます。この動画良いと思われた方はぜひ高評価ボタン、そして、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。